Arikoto はですね、あの仏の道をまっすぐに、進んでいた人物なんですけども、立場でたくさんの人を救いたいとか、手を差し伸べられる人に命を与えたいという思いのもとまっすぐ進んでいたのですが、まあ、この世界の中でこう大奥に行かなくてはいけなくなるという、でその中で最愛の人と出会い、さらにその愛を貫き通したいけどそれもできないっていう、そのどうしようもない運命に置かれて、で結構心情がぐちゃぐちゃになってしまうんですけども、それでもやはりまっすぐ会いに生きた人だったなというふうには思いますね。三代将軍家光は、本当の徳川家光がいて、その家光が疫病で亡くなってしまったことによって、その代わりとして無理やり連れてこられて、この大奥で過酷な人生を生きていくというキャラクターなんですけれども、本当に最初はめちゃくちゃ苛烈な人だなというふうに思ったんですけれども、彼女を知れば知るほど、そこに至るまでにちゃんと理由があって、ちゃんとそこに理由があるんだなっていう、どうしてこういう振る舞いになってしまったのかが、すごく物語を見ていくにあたってこう明瞭になっていって、でもその中でこうどんどん彼女が将軍としての自分というもの、こう男とか女とかではなく家光として生きる理由、生きる役割みたいなものをこう追求していくという、かっこいい女性という私は印象です。まあ、運命に翻弄される中でも抗おうともしている人物で、有功は上様にも強く言ったりとか春日にも強く言ったりとかっていうシーンが結構あったんですけど、感情的になってただのヒステリックとかではなく、戦っているからこそこう、声を荒げるシーン、アフレコの時は自分の間合いに任せてくれたというか、監督が、その宮野さんがその今言いたい間合いとか伝えたい言葉とかって、後で何とかしますんでみたいな感じでだから結構それもあったので、結構感情的になるシーンはもう本当にもうなんだろうな、変な話アフレコだけどあんまりこう絵に合わせなきゃいけないという意識よりも、もうまっすぐこう家光に上様に向かってとか思いをもうまっすぐぶつけるみたいなアフレコができたので、だからそれは非常に印象的でしたし、いやなんかそういうことで言うとすごい印象的だったのが、私だってこんななりをして大奥に息を潜めてるわけではないって怒った時に、こう有功様がそれ以上のこの力で叱責してくださるシーンの後に、宮野さんがちょっと怒りすぎちゃったかなって心配してたのがすごい印象的に残ってましたね。我々が演じてたところがちょうどもうそこをどうしようかっていうふうにみんなが考えて、仕方なしにいろんな政策を取っていくっていうところの成り立ちのお話なので、みんなが戸惑いながら、だからその大名たちも自分の娘を跡取りと見せかけて挨拶させたりとか、みんながみんなこのままじゃダメだぞってなる瞬間があって、今だってなる瞬間があるんですけど、あそこでみんなが腹をくくる瞬間、女将軍としてとか、もうその身なりとかしきたりとかそういうことではなく、徳川を存続させるぞってなった時に、じゃあ何が一番大事なんだってなった時に、そこでみんながまあ固くなりならずに、そう今やるべきことをって言った政策が、まあ、女将軍誕生につながるっていうか、なんか前例がないものに対してのその向かい方みたいなことだったりとか、あとはその最初は受け入れられないっていうのがすごくリアルだなと思っていて、で
こう受け入れざるを得ないから受け入れようってなったけど、まだ春日の局様はこう引きずっているっていうところも、やっぱり各々いろんな思想があるっていうところがすごいリアリティがあるなっていうふうに思いましたね。ただの京言葉じゃなくて、やっぱその時代劇の中での京言葉なので、その丁寧な言い回しとかもあるので、それはまあ最初難しいかなって思ったんですけど、逆に世界観が強いがゆえに、なんかそのいわゆるそういう、なんだろう、言葉としてどん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 、ちょっとある種のテンプレじゃないですけど、自然とって感じですよね。まあでもやっぱり政治の部分は言い回しが難しかったので、結構そこはこの言ってることが見ている方にもちゃんと理路整然と伝わらなければならないっていうところは結構、あとなんかこの今将軍前としているのか、ここはまだちょっとなんだろう、ボードゲームじゃないですけど、ちょっと口を出しているだけだからとか、その言葉の重みみたいなものもこの家光の今置かれている状況で全然変わってくるので、その辺が結構難しいなっていうのはありましたね。それはあの方言指導入っていただいていて、音声ももらったりとかするので、事前にもう仕事も練習して、で現場に行って、でもその時代劇だし、今回さっきその監督が、なんだろう、後でいろいろ直すこともできるっていうのもあったんですけど、こうリアリティを結構追求してくださったというか、普通に喋った時にこう指導されたイントネーションをしっかり守るというよりも、こう自然の会話、ポロッとした会話の中で出てくるようみたいな距離感とか声の大きさとかだったりをいろいろやらせてもらえた感じだったので、もうこう生きてく中で触れてきてはいたりするので、こうお父さんが見てたこう夕方の将軍ものであったりとか、本当にこういうやつあれを本当によく見てたので、そういうのはなんか自分の中にもしかしたら自然とあったのかもしれない、ね、おばあちゃんがこういうの見てたもんね。あ、そうですよね、こういうあの二人いて後ろにおばあちゃんちくと絶対ついてたもんこれ。そうなんですよね、だから培ってきたこう記憶の中で、あ、まあ確かに言い回しみたいなのはあるかもね、ちょっと馴染んでいるかもしれないですね、うん、いろんなテレビ出させてもらってますけど、はいはいはい、あの自分で決断してそのメニューを決めた結果、うん、あのうん、もしかしてメニューを決めた結果おごったりおごられたりする番組やってるんですけど、その決断を結構間違いがちやっぱり最後緊張します。いや、おー、そう、めちゃめちゃ緊張するし、ゴチになりたいわけじゃないですか。そうですよね、ゴチしたいわけじゃなくて、やっぱりやっぱり、うん、確かにその浮世絵とかその伝統工芸とかそういうのはやっぱ現代に続くこう技術なので、そういうのの始めを確かに成り立ちを見てみたいっていうのはありますね、うん、あのなんかそのドラマとかに出させていただく時もあるんですけど、はい、オープンセットみたいなので時代劇の街並みとか行くとなんか観光客気分になっちゃって写真撮ってもらったりとかすごい楽しいんですよ。だから実際の街並みとかって本当はどうだったんだろうなとかは体験してみたい。ちょっと色調とかも違うんじゃないかと。違うんじゃないかって、だって誰も見たことないんだから本当は。今回のオークはですね、男女逆転という特殊なあの世界観設定で行われる物語です。なので
そう意外な部分とか驚く部分とかもたくさんあると思うのですが、もう本当に見事で、リアリティがあるんですよね。本当に史実こうだったんじゃないかなって、本当はこうだったのを隠してるんじゃないかとか錯覚しちゃいますよねそこに描かれている人物たちの心情が面白いし深いし事細かに描かれていて、そこを我々はまっすぐ全力で演じました。本当に人が懸命に生きていく様をありありと描いている作品だと思います。本当に有琴と家光だけではなくて、周りのキャラクターも本当に魅力的なキャラクターがたくさんいるので、ネットフリックスで何度も何度も見返して、ぜひお気に入りのキャラクターを見つけてください。よろしくお願いします